This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special. ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。久留米に行こう、その4。おいしかったね。うん、久留米のカツ丼おいしかった。あれは久留米のエビフライと久留米のパフェおいしかった。そこ全く久留米に特化したもん食うてねえけどな。ただ久留米ってつけて言いよるだけやもんね。晩飯こそ俺のリクエストに応えてもらうけんな。わかった。ラーメン、焼き鳥、筑後うどん。わかったわかった。そろそろファッションショーの始まるとやろ。ひとみちゃんたちは見やすいとこで見てきんや。いいですか。じゃあマリン、お母さん、前行きましょう。行こっかね。うん、行こ行こ。親父も前に行ってくりゃいいのに。いや、今モデルの着とるとはドレスやんか。俺は着たいとか思わんし。着たいとは思わんやろな。俺は久留米かすりのサムエとか欲しかったよね。サムエってあのお坊さんの作業着の。そう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 、あれ着て俳句とかひねりたいんや。俳句？だってそれっぽいやんか。上下ジャージとかじゃよか俳句やらできんてやもん。形でそれっぽくしようとしても無駄と思うぞ。ファッションショーよかったね。赤いスカート可愛かった。あとね、ウェディングドレス。ああ、久留米かすりのウェディングドレスって味わい深かったね。ということで、この流れから展示即売会へゴー。おお、この流れで買わされることになるんよな。久留米かすりの商品ここで買えるんですね。紳士用のジャケットにネクタイ、シャツもありますね。なんでもあるね。私ワンピースにするかスカートにするか迷ってるんですけど。初めて買うならスカートがいいんやない。見てるとあれもこれも欲しくなりますね。女性陣見とると、俺に案内ばくれた森くんの策略にまんまとハマっとる感じやな。そうやな。大ちゃん。なんや。ねえ、このスカートが欲しいっちゃけど。ほう、ね、私に買ってくれる。この値段なんやけど。え、この値段結構。そう、結構するんよ。作家物やからね。大ちゃんがくれと今月に落札したフィギュアの2つ分もするんよ。え、あ、こっちのスカートは最近大ちゃんが購入した初回限定グッズ付きのアニメ DVD ボックスと、去年の夏にこそっと買ってたゲーム5本分を合わせた値段なんよね。買って喜んで。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも
RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。